1週間お疲れ様でした。初めての方も動画を見つけてくださりありがとうございます。全国ニュースではまだまだ残暑厳しい地域が多いようですね。そろそろ夏の疲れが出てくる頃だと思います。どうか体に気をつけてお過ごしください。私は夏の疲れが出てしまい肩こり腰痛で体調不良でしたが、温泉に行って温まったら少し楽になりました。体調不良でも避けては通れない犬の散歩、いつもの散歩コースを歩いてきます。歩いてるとね、元気になってくるんですよね。オホーツク山間部での60代夫婦、犬と猫との暮らしの Vlog です。最後までゆっくりご視聴ください。こちらはもうすっかり乾いてます。こちらのくるみは皮をむいてきれいに洗ってこれから乾かします。みーちゃん、くるみよ、くるみ、くるみ、くるみ、興味なし、興味なし、興味なし。
はい、今夜のお父ちゃんの晩ご飯はチキンカレーで、キャロットラペで、キュウリ、福神漬け、以上。うまいですか？人参いっぱい食べてな。なんやカレーかって顔してんのさつき。辛い？うん。いける？うん。はい。うまい？多分骨付きの手羽元はフォークでポロッと取れると思う。うん。出汁が出るな。うん？出汁が。豚とは違う、うん、高級な味になる、うん、そうですか。タツやっぱりお父ちゃんが気になるな。カレーかいらんわ。お疲れ様でした。乾杯。今日は焼酎、麦焼酎イチコの水割りです。乾杯。おいしゅうございます。でね、もう今日はね、何をしていいかわからない、そういう時はカレーです。いただきます。でね、もうちょっと肌寒い日が続いてて、一昨日は鍋料理しました。鶏肉、鍋に使った鶏肉が余ってたんで、煮物にするかカレーにするか迷ったんですけど、カレーになりました。チキンカレー。人参ラペ、キャロットラペをね、あの甘麹を使って作って、美味しかったんでまた作っちゃいました。うん、これ酒のあてにもいいし、カレー食べるときに福神漬けの香りでいきます。では久々のカレースパ。で、今日は自民党の総裁選の、なんていうの、討論会見てました。アーカイブでね。誰がなっても一緒やね。残念なのはね、青山茂春さんが20人推薦に集まらんかったこと。彼が出てたらね、結構面白い総裁選になってたのかな。残念です。まあ、自民党員ではないのでね、選挙権はないので見守るしかないですね。いやー、高市早苗さん、どうかな。小泉進次郎君が増税王子って X で言われてました。めっちゃ受けましたね。増税メガネの次は増税王子かもしれません。もう最悪。まあ、来週あたり決まるのかな。27日どうだろう。選挙の締め切りは27日。でね、今日夕方散歩してた雪虫がね、待ってました、うん、秋が深くなって雪が降る季節になるんですね。その前に大阪で用事やっつけてきますね、うん、どなた様もお疲れ様でした。
ラストのエンディングまで見てね。いってらっしゃい。いつもと違う散歩コースの朝です。オホーツク山間部津別町の相生神社です。最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いいたしましょう。それまで皆様お元気でお過ごしください。